両面宿儺。俺、建築関係の仕事やってんだけど、先日、岩手県のとある古いお寺を解体することになったんだ。今は利用者もいないお寺。そんで、お寺ぶっ壊してると、同僚が俺を呼ぶ。〇〇ちょっと来て、と。俺が行くと、同僚の足元に黒ずんだ長い木箱が置いてあった。何これ？いやー何かなーと思って、本堂の奥の密閉された部屋に置いてあったんだけど、ちょっと管理してる業者さんに電話してみるわ。木箱の大きさは2メーターくらい。相当古いものみたいで、多分木が腐っていたんじゃないかな。表に白い紙が貼り付けられて何か書いてある。相当昔の字ということは分かったけど、もう紙もボロボロで何書いてるかはほとんどわからない。かろうじて読み取れたのは、大正年7月の呪法をもって、両面宿儺に封ず。的なことが書いてあったんだ。木箱には釘が打ち付けられていて、開けるわけにもいかず、業者さんも、明日、昔の住職に聞いてみる、と言っていたんで、その日は木箱を近くのプレハブに置いておくことにしたんだ。それで翌日、解体作業現場に着く前、業者から電話がかかってきて、あの木箱ですけどね、元住職が絶対に開けるなって、すごい剣幕なんですよ。何でも自分が引き取るって言ってるので、よろしくお願いします。と言ってきた。俺は念のため、現場に着く前、現場監督に木箱のことを電話しておこうと思って。昨日の木箱のことなんですけど。あれね、お宅で雇ってる中国人のバイト作業員2人いるでしょう。そいつらが勝手に開けよったんですわ。まあ、とにかく早く来てください。という。嫌な予感がし、現場へと急いだ。プレハブの周りには5、6人の人だかり。例のバイト中国人2人が放心状態でプレハブの前に座っていた。こいつがね、昨日の夜中、仲間と一緒に面白半分で開けよったらしいんですよ。で、問題は中身なんですけどね。ちょっと見てもらえますか。単刀直入に言うと、両手をボクサーのように構えた人間のミイラらしきものが入っていた。ただ異様だったのは、頭が2つ。シャムソーセージみたいな奇形児いるじゃない。多分、ああいう奇形の人か、作り物なんじゃないかと思ったんだ。これ見てね、ショック受けたんかなんか知りませんけどね、この2人何にも喋らないんですよ。中国人2人は、俺らがいくら問いかけても、放心状態でぼーっとしていた。日本語はかなり話せんのに、言い忘れたけど、そのミイラは頭が両側に2つくっついていて、腕が左右2本ずつ、足は通常通り2本という異様な形態だった。俺もネットとかでいろんな奇形の写真見たことあったんで、そりゃびっくりしたけど。ああ、奇形か。作り物だな。と思ったわけね。そんで、例の中国人2人は一応病院に車で送ることになって、警察への連絡はどうしようかって話をしていたとき、80歳を超えている元住職が息子さんが運転する車で来た。そして、開口一番。開けたんかこのバカタレが。しまいじゃ。開けたらしまいじゃ。と。俺らはあまりの剣幕にポカーンとしていたんだけど、住職が今度は息子を怒鳴り始めた。岩手なまりがきつかったんで標準語で書くんだけど、お前、両面宿儺様をあの時、京都の〇〇寺に絶対送る言うたじゃろうが、送らんかったんかこのボンクラが、バカだれ。ほんと、80過ぎのじいさんとは思えないくらいの怒声だった。開けたんは誰だ？病院。その人らはもうダメ思うけど、一応あんたらは払ってあげるから。俺らも正直怖かったんで、されるがままに何やらお経みたいなのを聞かされて、経典みたいなのでかなり強く背中とか肩とかを叩かれた。それが結構長くて30分くらいやっていたかな。住職は木箱を車に積み込み、別れ際こう言った。かわいそうだけど、あんたら長生きできんよ。その後、中国人2人のうち1人が医者も首をかしげる心筋梗塞で病室で死亡。もう1人は精神病院に移送。解体作業員も3名謎の高熱で寝込み、俺も釘を足で踏み抜いて5針縫った。真相が知りたくて何度も住職に連絡を取ったんだけど、完全に無視でした。しかし、一緒に来ていた息子さん。50過ぎで、不動産経営者の連絡先が分かったんで、この人は割と明るくて派手めの人だったから、もしかしたら何か聞けるかも。と思い、今日の晩飲みに行くアポが取れました。何か分かったら明日にでも書きます。すみません。直前になってなんか、やはり直接会って話すのは、とか言われたんで、元住職の息子さんに、じゃあ電話でならどうですか？話せるとこまでですけど、という条件のもと話が聞けました。時間にして30分くらい、結構話してもらったんですけど、なかなか話好きなおじさんでした。要点を主にかいつまんで書きます。ごめんね。親父に念押しされちゃって、本当は電話もやばいんだけど。いえ、こっちこそ無理言いまして。あれって結局何なんですか？あれは大正時代、見せ物小屋に出されていた奇形の人間です。じゃあ、当時あの結合した状態で生きていたんですか？シャムソーセージみたいな。そうです。生まれて数年は岩手のとある部落で暮らしていたみたいだけど、生活に困った親が人買いに売っちゃったらしくて、それで見せ物小屋に流れたみたいですね。そうですか。でも、なぜあんなミイラのような状態に？正確に言えば、即身仏ですけどね。即身仏ってことは、自ら進んでああなったってことですか？君、このこと誰かに話すでしょう？正直に言えば、話したいです。いいよ、君、正直で。まあ、私もすべて話すつもりはないけどね。あれはね、無理やりああされたんだよ。当時今で言うとんでもないカルト教団がいてね。教団の名前は勘弁してほしい。まあ今もひっそり活動してると思うから。それって聞いたら誰でも、ああ、あの教団か、ってなりますか？知らない知らない。極秘中の極秘。本当の邪教だからね。そうですか。この教祖がとんでもない野郎でね、下法しか使わないんだよ。下法ですか？そう、わかりやすく言えば、やってはいけないことだよね。ちょっと前に〇〇が、邪教だ下法だって叩かれていたけど、あんな生優しいもんじゃない。具体的にどんな？で、当時の資料も何も残ってないし、偽名だし、もともと表舞台に出てきたやつでもないし、今教団が存続してるとしても、今現在の教祖とは全くつながりないだろうし。名前言うけどさ、もののべ天国。これが教祖の名前。もののべ天国。偽名ですよね。そうそう、偽名。で、この天国が、例の見せ物小屋に行った時、奇形数名を大枚はたいて買ったわけよ。例のシャムソーセージっていうの、それも含めて。それで、君、孤独って知ってる？虫に毒って書いて、まあ、虫は虫三つ合わせた特殊な感じなんだけど、壺に毒虫何匹か入れて、最後に生き残った虫を使う呪法のあれですか？ああ、そうそう。なんで知ってんの君、すごいね。ねえ、まあ、ちょっと、それで。ああ、それでね、天国はその孤独を、人間でやったんだよ。人間を密室に入れて？嘘でしょ。私も親父から聞いた話で 100% 全部信じてるわけじゃないから、もうやめとく？いや、すみません。続けてください。わかった。で、それを例の奇形たち数人でやったわけさ。教団本部かどこかは知らないけど、地下の密室に押し込んで。それで、例のシャムソーセージが生き残ったわけだ。閉じ込めた期間はどのくらいですか？詳しいことはわからないけど、仲間の肉を食べ、自分の糞尿を食べてさえ生き延びねばならない期間。と言ったら、だいたい想像つくよね。あんまり想像したくないですけど。で、どうも最初から、そのシャムソーセージが生き残るよう、天国は細工していたらしいんだ。他の奇形に、刃物か何かで致命傷を負わせ、息絶え絶えの状態で放り込んだわけだ。奇形といっても阿修羅像みたいな外見だからね。その神々しさ、もしくはまがまがしさに天国は惹かれたんじゃないかな。なるほど。で、生き残ったのはいいけど、天国にとっちゃ道具に過ぎないわけだから、すぐさま別の部屋に一人で閉じ込められて、餓死だよね。そして防腐処理を施され、即身仏に。この前親父の言っていた、両面宿儺の完成というわけだ。両面宿儺って何ですか？詳しい説明はなかったが、神話の時代に近いほどの大昔、両面宿儺という二つの顔、四本の手を持つ怪物がいたという。その伝説にちなんで、例のシャムソーセージをそう呼ぶことにした、と言っていた。そうですか。その両面宿儺をね、天国は教団の本尊にしたわけだ。呪物としてね。他人を呪い殺せる。下手したら、もっと大勢の人を呪い殺せるかもしれない。とんでもない呪物を作った。と、少なくとも天国はそう信じていたわけ。その呪いの対象は国家だと親父は言っていた。日本そのものですか？頭いかれてるんじゃないですか、その天国って。まあ、いかれてたんだろうね。でもね、呪いの効力はそれだけじゃないんだ。両面宿儺の腹の中に、あるものを入れてね。何です？古代人の骨だよ。大和朝廷とかに滅ぼされた、いわゆる朝廷から見た反逆者だね。その古代人の骨の粉末を腹に入れた。そんなもの、どこで手に入れて？君もテレビや新聞とかで見たことあるだろう。古代の遺跡や墓が発掘された時、発掘作業する人たちがいるじゃないか。当時はその辺の警備とか甘かったらしいからね。そういうところから主に取ってきていたらしいよ。にわかには信じがたい話ですよね。だろう。私もそう思ったよ。でもね、大正時代に主に起こった災害ね、これだけあるんだよ。1914年、桜島の大噴火。負傷者9600人。1914年、秋田の大地震。死者94人。1914年、北条炭鉱の爆発。死者687人。1916年、函館の大火事。1917年、東日本の大水害。1917年、霧の炭鉱の爆発。1922年、親知らずの雪崩で、列車事故。そして、1923年9月1日、関東大震災。死者、行方不明、142800名。それが何か？すべて、両面宿儺が移動した地域だそうだ。そんな、教団支部ってそんな各地にあったんですか？というか、偶然でしょう。俺もバカな話だとは思うよ。で、大正時代の最悪最大の災害、関東大震災の日ね。この日、地震が起こる直前に天国が死んでるんだ。死んだ？自殺と聞いたけどね。純粋な日本人ではなかったという噂もあるらしいが。どうやって死んだんですか？日本刀で喉をかっきってね、両面宿儺の前で。それで血文字で遺書があって。なんて書いてあったんですか？日本滅ぶべし。それが関東大震災が起こる直前なんですか？そうだね。偶然ですよね。偶然だろうね。その時、両面宿儺と天国はどこに？震源に近い相模湾沿岸の近辺だったそうだ。その後どういう経由で両面宿儺は岩手のあのお寺に？そればっかりは親父が話してくれなかった。あの時住職さんになぜ京都のお寺に輸送しなかったんだみたいなことを言われてましたが、あれは？ああ、聞いてたの。もう30年前くらいだけどね。私も親父の後継いで坊主になる予定だったんだよ。その時に俺の怠慢というか、手違いでね。その後、あのお寺もずっと放置されていたし。とまあ、話せることはこれくらいだね。そうですか。今、両面宿儺はどこに？それは知らない。というか、ここ数日、親父と連絡がつかないんだ。あれを持って帰って以来、妙な車に後つけられたりしたらしくてな。そうですか。でも全部は話さないと言われたんですけど、なぜここまで詳しく教えてくれたんですか？親父があの時言ったろう。かわいそうだけど君たち長生きできないよってさ。じゃあこの辺で、もう電話しないでね。ありがとうございました。リンフォン。先日、アンティーク好きな彼女とドライブがてら、骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレトロゲーとか古着などが好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。買うものは違えども、そのようなものが売ってる店は同じだから、楽しく店を回っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンションが上がったまま車を走らせていると、一軒のボロっちい店が目についた。ふっほー、意外とこんな寂れた店にお化けの九太郎ゴールドバージョンが眠っていたりすんだよな。浮かれた俺を冷めた目で見る彼女と共に、俺は店に入った。コンビニ程度の広さのちんけな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンのソフトなど、究極、張り切りスタジアムが嫌がらせのように一本だけ、埃をかぶって棚に置いてあるだけだった。もう出よっか、と言いかけたとき、ああ、と彼女が驚嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれたバスケットケースの前で彼女が立っていた。なんか掘り出しもあった。これ、すごい。そう言うと彼女はバスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった正二十面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって、外からは見えないはずのものが彼女に見えたのか。不思議な出来事は、ここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ、プレミアモン？いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ確かに何とも言えない落ち着いた色合いのこの置物。オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は、安かったら買っちゃえば、と言った。レジにその正二十面体を持っていく。しょぼくれたじいさんが古本読みながら座っていた。すみません。これいくらですか？その時、俺は見逃さなかった。じいさんが古本から目線を上げ、正二十面体を見た時の表情を。驚愕。としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になった。ああ、これね、いくらだったかな。ちょっと待ってくれる？そう言うとじいさんは奥の部屋に入っていった。奥さんらしき女の人と何か言い争ってるのが断片的に聞こえた。やがてじいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆる玩具の一つでね、リンフォンって名前で、この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど、じいさんがそう言って、黄ばんだ汚い紙を広げた。随分と古いものらしい。紙には、例の正二十面体の絵に、リンフォン、RINFONE と書かれており、それが、熊、鷹、魚、に変形する経緯が絵で描かれていた。わけのわからない言語も添えてあった。じいさんが言うにはラテン語と英語で書かれているらしい。このようにこの置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まずリンフォンを両手で包み込み、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるがまま、リンフォンを両手で包み、握るように撫で回した。すると、カチッという音がして、正二十面体の面の一部が隆起したのだ。うわ、すごい。その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい。パズルみたいなもんですね。ユウもやってみたら？ユウというのは俺の名前。この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいんだが、トランスフォーマーという玩具をご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットに、という昔流行ったもの。このリンフォンも正二十面体のどこかを押したり回したりすると、熊や鷹、魚などのいろいろな動物に変形する、と想像してもらいたい。もはや彼女はリンフォンに興味津々だった。俺でさえすごいと思った。それでおいくらなんでしょうか。彼女が恐る恐る聞くと、それね、結構古いもんなんだよね。でも私らも置いてあることすら忘れていたものだし。よし、特別に1万円でどうだろう。インターネットなんかに出したら好きな人は数十万円でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は日曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったら、お互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰り着いたら、彼女から電話があった。ゆうくん、あれすごいよ、リンフォン。ほんとパズルって感じで動物の形になっていくの。仕事中もそればっかり頭にあって手につかない感じで。マジで下手なテレビゲームより面白いよ。と一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、写真が送られてきた。リンフォンを握っている彼女の両手が写り、リンフォンから突き出ている熊の頭部のようなものと足が2本見えた。俺は、よくできてんなあ、本当に。と感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると、彼女からメールが。マジで面白い。昨日徹夜でリンフォンいじっていたら、とうとうクマができた。見に来てよ。という風な内容だった。俺は苦笑しながらも、車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言っていたけど、仕事には行ったの？つくなり、俺がそう聞くと、行った行った。でもおかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど。と、彼女が答えた。テーブルの上には、四つ足で少し首を上げた、熊の形になったリンフォンがあった。うわ、マジすごくないこれ。仕組みはどうやってできてんだろう。すごいでしょ。ほんとハマるのこれ。次はこのクマからタカになるはずなんだよね。早速やろうかなって思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ。明日でいいじゃん。うん、それもそうだね。と、彼女は言い、簡単な手料理を二人で食べて、一回イチャイチャして、その日は帰った。ちなみに言い忘れたが、リンフォンはだいたいソフトボールくらいの大きさ。水曜日。通勤帰りに、今度は俺からメールした。ちゃんと寝たか？その他もろもろ、ああだこうだ。すると、昨日はちゃんと寝たよ。今から帰って続きが楽しみ。と、返事が返ってきた。そして、夜の11時くらいだったか。俺が PS2 に夢中になっていると、また社メールが来た。タカができたよ。ほんとリアル。これ作った人、マジ天才じゃない？写メを開くと、翼を広げたタカの形をしたリンフォンが写してあった。素人の俺が見ても精巧な作り。今にも羽ばたきそうなタカがそこにいた。もちろんおもちゃだし、ある程度はデコボコしているんだが、それでもよくできていた。すげえ。あとは魚のみじゃん。でも夢中になりすぎずにゆっくり作れよな。と返信し、やがて眠った。木曜の夜。俺が風呂を上がると、携帯が鳴った。彼女だ。ゆうくん、さっき電話した？いや、どうした？5分ほど前から30秒間隔くらいで着信が来るの。通話をしてもなんか街の雑踏のざわざわみたいな。大勢の話し声みたいなのが聞こえてすぐに切れる。着信見たら普通番号表示されるか非通知か公衆って出るよね。でもその着信見たらかなたって書いてあんの。こんなの登録してもないのに気持ち悪くて。そっか、そっち行った方がいいかな。いや、今日は電源切って寝る。そっか、まあなんかの混戦じゃない？あ、ところでリンフォンはどうなった？魚は。ああ、あれ、もうすぐできるよ。終わったらゆうくんにも貸してあげようか。ああ、うん、楽しみにしてるよ。金曜日。奇妙な電話のことも気になった俺は、彼女に電話して家に行くことになった。リンフォンは、ほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成という風に見えた。昼にまた変な電話があったって。うん。昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に非通知だったんで出てみたの。それで通話をしてみると、って大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた。やっぱ混戦か、いたずらかな。明日どこも一緒に行ってみる？そうだね。そうしようか。その後、リンフォンってほんとすごいよな。って話をしながら、魚を完成させるため、いろいろいじくってはいたが、なかなか尾びれと背びれの出し方がわかんない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかな、とか言い合いながら宿泊していた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきていた俺は彼女の家に泊まることにした。そして嫌な夢を見た。暗い谷の底から大勢の裸の男女が這い上がってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ。助かる。頂上に手をかけたその時、女に足をつかまれた。連れてってよ。汗だくで目が覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった俺は、ぼーっとしながら彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが、大した原因はわからずじまいだった。そして話の流れで気分転換に、占いでもしようか、ということになった。市内でも当たると有名な猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹か猫を飼っていて、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話すると運よく翌日の日曜、アポが取れた。その日は適当に買い物などして外泊した。日曜日、昼過ぎに猫おばさんの家に着いた。チャイムを押す。はい。予約していた〇〇ですが、空いてます。どうぞ。玄関を開けると、廊下に猫がいた。俺たちを見ると、ギャッと威嚇をし、奥へ逃げていった。廊下を進むと、洋間に猫おばさんがいた。文字通り、猫に囲まれてる。俺たちが入った瞬間、一斉に、ギャーと、親の仇でも見たような声で威嚇し、ちりぢりに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると、すみませんが、帰ってください。と、猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺は、どういうことかを聞くと、私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占っていい人と悪い人を選んでくれるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺の見た悪夢をおばさんに話した。すると、彼女さんの後ろに動物のオブジェクトのようなものが見えます。今すぐ捨てなさい。と、しぶしぶおばさんは答えた。それがどうしたのかと聞くと、お願いですから帰ってください。それ以上は言いたくもないし見たくもありません。と、そっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が執拗に食い下がって、あれは何なんですか？呪われてるとかいう、よくアンティークにありがちなやつですか？そうおばさんが答えるまで何度も何度も聞き続けた。すると、おばさんは立ち上がって、あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄の門です。捨てなさい。そして帰りなさい。お金は、いりません。この時の絶叫したおばさんの顔が何よりも怖かった。その日、彼女の家に帰った俺たちは、すぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙にくるみ、ガムテープでぐるぐる巻きにして、ゴミ捨て場に捨てた。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が紙とペンを持ち、こう言い始めた。リンフォンって、RINFONE の綴りだったよね。偶然というか、こじつけかもしんないけど、これを並び替えると、INFERNO つまりインフェルノって読めるんだけど、地獄まさか偶然魚完成してたら一体どうなってたんだろう俺は乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを俺は無意識に祈っていた。気がつかないふり。これは俺が上京したての頃にあった実話です。都内某所にあるとあるラーメン屋で社員として働いていました。そのラーメン屋は24時間でした。しかもオープンしたてだと仕込みなどが追いつかず、毎日27時くらいに帰宅する日々でした。ある日、忘れ物をしました。それを取りに店内に入った。中は真っ暗です。しかし角の方の席に人の気配を感じました。暗闇の中、さらに黒い人のシルエットを見てしまいました。しかし以前から霊感があった私は気づかないふりをして店を出ました。帰宅した後、夏だったので窓を開けて寝ていました。私の部屋はワンルームで窓の方に足を向けて布団を敷いていました。ふと、うとうと状態で目を開けると、閉めたはずのカーテンが少し開いていて、その隙間に女性の顔がありました。ちなみに部屋は3階で、ベランダや人の立てる場所はありません。私自身、金縛りなどにはなっておらず、驚いて立ち上がったんですが、女の顔は目で私を追ってきます。顔は窓の下の方にあったんですが、その顔が急にスーッと窓の真ん中あたりまで浮かび上がって、網戸に思いっきり顔を押し付けてきました。そしてなおも目で追ってきています。金縛りでもないこの状態で、この異常事態、めちゃくちゃ気が狂いそうになりました。まだ金縛りの方が納得できたかもしれません。どうしたらいいのかわからずにいると、その女が、みたいな声を発しながら網戸を噛もうとしています。わけがわかんなくなった私は、その女に向かってゴキジェットプロを吹きかけました。一瞬ひるんだように見えたので、勢いよくカーテンを閉めました。しかし、勢いが良すぎて、反対側から半分以上開いてしまいました。そして、窓に映った自分の部屋を見て、体から血の気が引いていくのがわかりました。反射した部屋の玄関に、女の顔が逆さまに浮かんでいました。髪をだらんと垂らして無表情。私は固まってしまって振り向けずにいると、その女がスーッと下の方に降りていくと、いきなり勢いよく私の背中の方に向かって突進してきました。そうして、私の背中をすり抜けて、窓もすり抜けて、消えていきました。それ以来、現れることはありませんでした。きっと、店内で気づいたあの時、あの女は、私が気づいたことに気づいたのでしょう。はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回は3つのお話を読ませていただきました。最初のお話は、両面宿儺に関するお話でしたね。とても怖いお話でした。まあ、前にもちょっと言いましたけども、まあ、昔の人ってやっぱり、結構むごいことを普通にやるよね。そんな孤独をさ、人間でやるとか、まあ、孤独自体もなんか、ね、虫がかわいそうだったりとか、まあいろいろ思いますけども、それをさらに人間でやっちゃうっていうのがね、なんともすごいよな、みたいな。そんでその両面宿儺は今どこにいるんだろうっていうところですよね。まあそこら辺が明かされなかったというか、まあ息子さん自体ももうわかんないって感じでしたよね。その両面宿儺を持っていた、その親父さんが行方不明になっちゃったっていうことなので、今はもうどこにあるのかわからないっていうことですけどもね。いや、怖いよね。こちらのお話が2005年に投稿されたお話だということで、もう2005年ってもう19年前のお話になりますので、もうさすがにどこかに移動してるんじゃないかなとは思うんですけども、ずっと供養し続けていかないと、いけないみたいな、そういったものなんでしょうかね。そのお寺で受け持つということはね。でも、なんだろうね。息子さんがそのね、本来、京都の〇〇寺っていうところに、それを送らなければいけなかったんですもんね。何かがいろいろこう、起きちゃって、で結局送れなくてそのままそのお寺にあったっていうことだと思うんですけども、息子さんを完璧に責めることはできないけども、そこからちょっとこう、歯車が、狂っちゃって、で、今回のその、筆者さん含めいろんな被害者が出ちゃったっていうので、なんかちょっと、なんだろうね、そのベラベラ喋る感じとかも含めて、息子さんがあまり重大なことだとあんま思ってないような気がちょっとしちゃいましたね。読ませていただいてて。だって、その人たちの立場になったらさ、もうそんな風になんか、より怖がらせるようなことを、言えないっていうか、筆者さんがめちゃくちゃその、ね、聞いてきたから、やむを得ずっていう感じで答えたのかもしれないですけども、でもちょっと、デリカシーがないというか、ね、そういう感じに思って、ちゃいましたね。いや、これほんと笑い事じゃなくてさ、でも読ませていただきながらすげえ堂々としてんなじゃないけど、そんなことを思いました。はい。あと2話目はリンフォンというお話でしたね。これ有名なお話みたいですけども、僕一回もこれ読ませていただいたことがなくて、リンフォンという、名前からアナグラムで、インフェルノになるっていうね、なんともこのロマンがあるお話でしたね。ロマンがあるって言ったらいいのかどうかわかんないですけど自分アナグラム好きなんですよね。そういう謎が詰まったアナグラムっていうのかな。だからちょっとおほほってなりましたね、最後らへん。そのアナグラムとは別におほほってなったのも別として、本当にその、おそらくそれが、死の門、地獄の門って、言っていたから、それをじゃあ今度魚が完成していた時にはもうその門が開いてとんでもないことになってたんじゃないかっていうお話でしたよね。そんな危ないもんさ、もう売っちゃダメでしょっていうところだよね。骨董店のおじいちゃんもね。おそらくそれもかなり昔のものですよね。その説明書とかも、説明書あるんだって思ったんですけど、説明書あんだな、みたいな思ったんですけども、誰かがそれ意図して作ったもので、で、所有者が、移り変わってきたものなんでしょうね、おそらくね。でも本当にその、最初はその見つけられない状態だったじゃないですか。その箱みたいなところに入ってて、で、物とかがいっぱいあって、その一番下ら辺にそのリンフォンがあったっていうので、本来見つかるはずはないんだけど、その彼女さんは何かにそれが反応、この波長みたいなのがあっちゃって、うわ、これ欲しいみたいな感じになったって書いてあったので、多分リンフォンがその彼女さんのことを呼んだのかなっていう感じにも思いましたね。旧ジュマンジのようにさ、ね、映画の旧ジュマンジのようにさ、ジュマンジってテーブルゲームみたいな、スゴロクゲームみたいなのがあって、ね、で、プレイヤーを呼ぶためにドンドンドッドッドンドッドッドンみたいな、この BGM みたいなのをそのボードゲームから発してくるみたいなね。で、気になった人が、うわ、何これ面白そうみたいになって、ジュマンジっていう悪魔のゲームにをプレイすることになるみたいなね。そういう感じで何か魅力的な何かをこう電波みたいなのを発して、それを彼女さんが受信しちゃってそういうことになっちゃったんでしょうか。で、それを完成させていたらもう地獄に連れて行かれていたんでしょうかね。いやー、怖いですね。本当にね。でもその猫おばさんのところ行ってよかったですよね。もうやべえよ、それみたいな。あなたの後ろにやべえもんが見えるよみたいな。早く捨てなさいみたいな。もう関わりたくもないっていう感じの猫おばさんの、感じだったので、まあそこで、決心ついたのかな。まあ多分筆者さん自身もなんかすげえ最近徹夜してんなみたいな。なんでそんなにのめり込んでるんだろうみたいな感じで、ちょっと疑問点みたいなのはね、あったと思うんですよ。その最近の彼女さんについて。で、そこでこうひらめいて、ああ、もうやっぱあれってやべえんだな、みたいな感じになって、まあ捨てたっていうことでしたけども。まあ無事にそれが、ねえ、もうこう、処理されていたらいいんですけど、処分されていたらいいんですけども、またそのゴミ処理場でそれを見つけた人が、何かこう魅力を感じて、わあ、これね、パズルかな、組み立ててみようかな、みたいなね。そんなね、自慢自的な展開が最後あるかもしれないですよね。未だにそのリンフォンは存在していて、いろんな人をこう魅了してるかもしれないですよね。本当にジュマンジっていう映画知らない人がいたら本当に申し訳ないですけど。なんかどうもそのジュマンジとすごい重なったんですよね。ジュマンジはボードゲームで、リンフォンはまあパズルゲームというか、まあ、そういう感じなんですけども。なんかこう通じるものが自分の中にはありました。まあとりあえずハッピーエンドだったということで。良かったんではないでしょうか。はい。ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。はい。そんな感じで、今回もここまで動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方は評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、そして僕の LINE、TikTok、インスタ、X、スレッズ、スタンド FM の URL、が記載されています。はい。良ければぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。